どうも、前回のパズドラ動画が、ちょっとコンボスキップとか、あとなんかもろもろレイアウトとかがちょっとな、見づらかったんで、ちょっと改善して、今回もパズドラガチャじゃないわ。普通のプレイ動画、やっていこうと思います。今回ちょっとサポート、フォロワーとして、後輩くん呼んでます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はーい。後輩くんなんかパズドラ最近ね、がっつりやってて、今ランクいくらつれたっけ ?700 ぐらいか。1200ぐらいですね。ランク1200の今回守護神ついてるんでね、絶対これ負けません。はい、今回行くのがルシャナ降臨というダンジョンですね。同キャラ禁止の、多分見たことのないモンスター出てくると思うんですけど、バーバラのジュリーパーティーでね、前回のバーバラのジュリーパーティーでちょっと行ってみようと思います。はい、やっていきましょう。これほんまにいけんのやろ。これいけると思います。大丈夫？ OK、 じゃあ行きます。とりあえずまずね、10ダンジョンあるから、うわ、スキルマイナス3やめてくれよ、このボケです。まあ、でもね、吸収無効とか、じゃあ吸収とかが何ターン、そんな、何ダメージ以上吸収とか来なければ、正直楽勝だと思ってるんで、行きましょう。ぶっちゃけここさ、スキル貯めた方がいいんじゃない？うん。僕は知らないんで。ああ、そうか。攻撃力次第ではもう倒さないと、まずいば。え、このダンジョン、はい、嘘、お前、あれアシストできんのそれで。え、なんか9万とか来ましたけど。あっぶねー。うわ、でも水がねえ。水がねえんだけど、こいつが、いや、これ火があれになっちゃえば水に。あ、でも発動しちゃった。うー、クソ、しょうもねえ、なんかあれになった。まあいいや。強くね、ここ。まあいいや、もう最初から行けばいいんだよな、これな。意味わかんねえ。OK、まあこれでいいや。闇も入った。おお、いけるじゃん。まあ、普通にワンパンすればいけるってことで。うわ、不滅の野心。うわー、お前その固定ボックス落としてくんのほんとやめてほしいけど、どうや、これで回復もしっかりこの斜め入れで入れてね。おお、オッケー、これいけんじゃない、普通に。うん、きっといけるよね。ウルドさ、なんかの攻撃、なんかあれのバインディングされてんだよ、バインディング。一旦受ける、はい、じゃあ風呂灰だけ消して、はい、こいつがでも2万、なんか20万とか出してきて終わるんだよな。あ、あと次でも、次で解ける。でも、うん、もう一回貯めていい。あ、そうか、オッケー。ウルドもう使っちゃうか。これウルド使ってガッチリロックがされるものの、絶対いけるよね。うん、なんかもう色消しちゃう。バオーン、耐久マジでゴミだったよさっきな。しっかりウルドのこの縦回復消しで根性粉砕、はい、無垢な瞳、ブルドックみたいなやつできたよ、ブルドック。まあいけるよな、うん、OKOK、 次にもつながってる。犬の耐久が、あ、 OK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 、 いやー、でいける。3回と7回以外に全部出すんで、うん、OK、 じゃあこれで盤面6コンボで、あ、次に繋がった。よーし、待てか、やっぱ普通にバーバルジュニの火力が半端ねえな。水泡の目、水属性吸収、うわ、ダリ。水属性吸収なら火で、あ、でも水と火で倍率少ないと倒せないんで、まあ何ターン吸収ですか。5ターンっすね。5ターン耐えましょう。じゃあ5ターン耐えるスタンスでいくか。うん、待って、いらないやつだけ。うん、
よし、じゃあちょっとここで何度か耐久いけたんで、都市に行きますか。なんかちょっと不要に、うわ結構でも耐久ある感じあるな。ポケモンの HP 減る感じと似てるね。あーなるほど、うん、ちょっとわかるかもしれない、うん、さあここですよ、九州向こう。さあここで後輩が入れてくれた秘密兵器、はい、風神がね、九州向こう。あまだですまだですまだです、それしかもイズイズです。イズイズだこいつか。長押ししましょう、まずはキャラを。それ戻りましょう。あと20ターンだって、ボーランの風、ね、風袋。20ターン使いましょう。マジ一回撃っちゃったんでね、途中で。そっか、一応、はい、撃ったのか俺。あそこでスキブの分とかが全部消えちゃったんで大丈夫です、こいつとはもう一回やり合ったらじゃないですか。確かにこの知ってますよね、こいつが。まあこいつはね、耐久余裕だったから。うん、全部同じでしょ。でも、はい、あのデーガのと、ほらこの、あ、キュイーンってなったやつ、今の、はい、今ので。ただ今、あ、盤面水ありますね。あるあるある。じゃあもう落とせると思います、ちゃんとコンボ決めれば。ボーランの風袋、一旦の間でダメージ吸収無効化する、はい、しかもスキルも溜まるっていう。じゃあスキル2いきますか、こいつのアシストスキルいきましょう。これミスったらマジで今までの苦労がまた溜め直せね、バカみたいだよな。これ多分落ちます。まあこれが落ちたよね。おお、こんな楽なのがあるんや、はい、早く教えてくれよ本当によしかもなんかお邪魔ブロップ残してたあいつ、はい、いや大丈夫です、ちょっとミスちゃんとあるんで。昭和るすぎん。第3の目、こいつも炎タイプなんで、うん、天力、天力、うわっ。大佐の目ってあれだな、なんか都市伝説っていう消化体的な。めっちゃ好きなんですよ最近。はい、これで5コンボあります。まあ弱点でもあるからね、貫通して OKOK、 ちょっと体力が怖いか。こう、あ、でも回復作ってくれたこいつ、しかもなんかいい感じに。俺もだって動画の録画切る準備したもん今今ので食らってあっね。 OK、 これで、まあ、回復めっちゃ入るし、まあ落ちこ、何これ下のやつ、ないこれ、変なバーみたいなのが出てきた。回復ないんで、うん、ブルド使っても、あ、でも回復あるな、下にある、下のやつところは動かせなくなってるんで。動かさないだけで消えるの、はい、あれ、あ、消せはするんだ。消せはするんで、だから回復上のやつも、うん、で火と水組んで。バーバル注意使うのは、いや、回復が生まれないですよ。回復先か、回復はした方がいいかなと思って。やべ、緑組もうとしたけど無理だった。まあ行くっしょ、4万6000食らわない。うわー、だるい。あ、でもこれでさ、バーバル注意使おうぜ。これで絶対6個もで、ね、あれも減ったし、これ使うっしょ。まあ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 、え溜まってるんで、うん、肩も動かすのが、まあありか。下のコンボがでもねえんだよ、まあでも実質8コンボできるもんね、この盤面なら。ちょ、助けて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 、落ち込ん落ち込ん、来い、きゃー、すげえすげえ、上から光が降ってきた、光が上から光降ってきたな今完全に。何これ、来ますよ、ルシャナです。これが今後が困りた九州です。とりあえずまず根性があって、とりあえず普通に相手気づってなんで、うん、普通に攻撃していきましょう。まずは回復は組んだ方がいいと思います。相手の攻撃力がいくらか知らないんで、僕も下のバーがマジで邪魔だ。あ、ダメージ入るじゃん。え、これであれか、指の、うわ、これでまず縦で取るやね。俺なんかバグった頭、あ、バグ、頭バグった、まあ隠されるわ。
方法名を、まあまあまあ、これで消えましたね。消えた。でも大体まだ根性あるんで、うん、もう一回普通に殴ってみた方がいいと思います。でも回復大丈夫これ。もうちょっとないけど4万4000あるんで耐えると信じましょう。怖い。バーバルとか使った方がいいんじゃないのこれ。あ、そうか、根性があるのか。ウルドは、まあ、ウルドで、うん、いや無理ですね。やめときましょう。相手向こうダメージ向こうあるんで今何無効される1500万以上のダメージ。さっきのが通ったならいけると思うんだけどな。やべ、いやごめん、これこれやばいですね。いや、さっきのが通ったんだったら多分いけるんじゃない。これ違うんですよ、これ。えルシャナを直ししてみてください、うん、1500万ダメージ以上無効になった。いや、違う、さっき通ったじゃん。なんか変な中途半端な技が。ちょっとやってみます。いや、俺いけると思うんだよな。いけるか、いけるか。あ、でもちょっと俺のコンボがゴミだったの。あ、ほんとだ、全然無理だ。いや、ほんとだ。とりあえず回復先ですね、ここは。でも根性はこれで消えました。消えたので、うん、真ん中のキャラの名前忘れてたけど、ルカだ、ルカ。それで回復しましょう、まずは。回復をしまくりましょう、ここは。これも化けた方がいいですかね。化けた方がいいですね。回復、ロンプテスとか入れた方がいいかもしれない。消し、ここは回避戦でいいよ。陸道の、うわ、これは大丈夫。とりあえずバインド消しましょう、まずは。この3ターンが消えれば多分いけると思います。さっき4度消しですね。あ、いい。2万回復した。回復はできてるんで大丈夫です。うわ、7個も。ここも別に普通でいいです。殴り方は。とりあえず回復しながら殴る感じで、今、イズイズを貯めるのが先決なんで、イズイズのバインドを消すのが。こうか、こうだな。はい、うん、闇とかもいろいろ消せた気はするけど。これでしかもダメージ。あ、そう、回復されんだ。そう、7個もいく。根性復活しちゃったよ。大丈夫です。あ、でも根性復活したらよくないですね。ちょっと水消しましょうか。ちょっと水消しながら、はい、あ、ごめん、火消えすぎへん。下手くそすぎ。まだ次の声鍛えるんで、うん、ここは火と水で結構全力狙ってもらいましょうか。オッケー。水と下で声を飲んで俺のちょっとぷよぷよぷよら、これピオーラーレンサ。うわ、ほんとだ。あ、でもごめん、今のはね、光が普通に入ってると思い込んでた。あ、でもいいっすね。いきますか、これやってみます。無効貫通で、まだ、いやでもな、水が少ないと勝てないんだよな。無効貫通打てんのこれ。打てます。どうやって？まず、うん、バーバランドジュリが、うん、ドロップロックを解除するんで。あ、そうなんだ、はい、はいはい。ロックされても一緒なんですけど、うん、ここは普通に殴った方がいいかもしれない。ここは一旦普通に殴る。イズイズの効果ちょっと見ていいですか。あ、ごめん、ミスった。イズイズ使ってもらったかもな、今の。マジっすか。はい。まあ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 、いや、もう完全ラジコンになってる、ラジコンに。おお。勝てる？イズイズ使いますよ、まず。これっすか、はい。すごい。バージリ使いますか。バージリ使う。これで全力コンボ組めばワンチャンいい具合なんで。無効貫通組んだ方がいいのかな。無効貫通ってどうやって組むんですか。無効貫通は左下の 3×3 のマスを、うん、それ決めるわ。じゃあ俺、はい、じゃあ行きます。うん、あ、僕もう無理っていうのが、もう無理っていう、もう無理っていうのが今分かった瞬間に俺なんかもうやる気なくなっちゃったもん。しかも全然効いてねえ。いやでも今の効きも効くんだよ、落としたな。あった先般っすか、やっぱもう急行むずくね。
このプロのピュアラーであるこの俺がむずいって言うんだよ。だって結構むずいですよ。だからプロのパズルゲーマーであるこの僕が組めないんだよ。みんなに組めるわけないだろ。できなかったものはしょうがないんで、うん、ここは回復とかも空いてないので、うん、普通に火と水でコンボ組んでいきましょう。少しずつ。なんかこれで火は組みましょうね。火はあ、そうですね、はい。いけるじゃん。お、どうぞ。お、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 え、え、え、何この微妙な感じ。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。